すでにこの航空祭の模様をまとめた動画は先に公開しております。この動画説明欄のリンクからご覧くださいませ。この動画はその前日の車中泊までをまとめました。また2024から25悲観旅前半戦のスケジュールが決まったので、そのことについてお話しいたします。旭川から千歳へ向かうのにね、高速を使わないと国道12号線を南下するのが常套手段です。しかしもこの日はね、土曜日3連休初日でしたから、かなり交通量が多いんですよね。なのでね、そのルートを少し遠回りになりますけど変更しました。途中ね、芦別方面へ向かい、国道452号線を山の中をね通るほぼ信号のないルートを選択します。そしてね、岩見沢まで行くと、そこからもひたすら南下、長沼経由でね、ちょっと設定ルートを選択しております。はい、ここからね、左折して旭川芦別線ですね。ここの道路はね、本当交通量少ないんでね、抜け道としておすすめですね。はい、その出発時期は10月中旬。そしてその目的地はタイです。なぜね、もうタイ各国のみと絞って決めたのかはね、単純に YouTube の再生回数が稼げるからですね。前年ね、2023年から24、悲観旅の Vlog も、現在100日を超えた段階までね、連載中になっておりますけど、海外はね、台湾、そしてね、国内もその前後であちこち周遊しました。しかしやっぱね、タイ・バンコクの動画のアクセス数がもう圧倒的に多いんですよね。私はね、無職の弱小 YouTuber です。もう貧乏で、もう暮らしていくにもままなりません。なのでね、いかにね、収益を上げるかということをね、今後も考えていかなければなりません。というわけで、他にもブラブラとしたい国、国内もね、まだまだ行きたいところ多いんですけどね、もうタイ一択とさせていただきました。そしてその滞在日数ですが、タイは、ノービザでの滞在が、2024年7月15日より60日間となりました。なのでね、その滞在期間ね、ほぼ目いっぱい利用して往復の日本、タイのチケットを予約しております。ホテルもほぼ、予約は終えておりますけど、これはね、アゴダで直前までキャンセル可の予約ばかりですから、変更する可能性は大です。その滞在はバンコクのホテルばかりにしております。しかしね、臨機応変にパタヤ、チェンマイもね、加えることになる可能性は大きいですね。そして私の旅チャンネルはホテルレビューをね、求められる需要があることが分かっておりますから、国内海外問わずね、そういうホテルレビューは詳しくね、レビューしていきたいと思っております。なのでね、このバンコクで予約しているホテルも4連泊以上予約しているホテルはありません。最高でね、3連泊のホテルです。なので、2024から25、悲観旅と同じような、形で
まずは Vlog で大まかにその1日を、動画にまとめてから、ホテル宿泊レビュー動画は後日詳しくって手法でね、あの動画のアップはさせていただきます。まずこちらで食料とドリンクを確保、業務スーパーですね。さらに北海道のご当地スーパーチェーン、北連ショップです。時間的には、もうね夕方17時になろうとしております。車中泊の準備はねもう暗くなると面倒なんでね、この日車中泊する道の駅へ急ぎます。この日の車中泊はここ、道の駅サーモンパーク千歳ですね。さすがに3連休初日となると翌日も航空差ありますから、この時間でも駐車している車の数がすごいですね。これやっぱ航空祭のね前日から滞在するにはここの道の駅ってね、もう誰もが思いますもんね。これ到着もっと遅かったらね、止めるスペースなかったくらいね、激混みやばかったです。駐車台数はねもう普通車230台くらいある道の駅なんですけど、もう満杯のね車中泊車です。道の駅の中はねすでに到着17時超えててね、閉館してて取れません。中に入っているねお店のメニューが外にあったんで、こちらを取っておきます。前回来た時とはだいぶお店違ってきてますね。これね翌日取ったもんですけど、このちっちゃいじゃがいもと玉ねぎの詰め放題ね、ちょっとやってみたかったですね。3連休の中日はね本当中聞き込みでした。全くという隙がなかったです。なので以前ここを訪問した時の動画は作ってますんで、そちらをご覧ください。この動画説明欄にリンクしておきます。夕方17時半はまだこの余裕でしたけど、20時には満杯でしたね。業務スーパーと北連で買ったものです。もう調理道具も一切持ってきてませんので、もう貧乏民なんで簡素な飯ですね。合計で1300円。すでにね、もう次回の悲観旅へね、もう予算つぎ込んでいってるんで、もう交通費と食費はね、かなりケチった2泊3日旅です。この2割引きされたおむそばがメインですから、もういかに貧乏旅なのかお分かりいただけるかと。そしてね、ここの道の駅山崎ショップがねあるんで、いざという時の買い物もここでできますしね。一応24時間営業になっております。ただし20時から翌8時までは無人販売なんですよ。セルフレジで日本らしい販売方法ですね。ただねカメラなどでしっかり監視をされてますからご注意ください。こちらがね日付変わる頃にねトイレに行った時のものです。
はい、もう止めるスペースは一切ないです。気温はね、だいぶ暖かかったですね。この時の気温で18度。北海道はね、もう9月中旬になるとね、最低11度から13度くらい、そのくらいまで下がりますからね。しかしまあ0時過ぎるくらいまでもう周りめちゃめちゃうるさくて、もう眠れる状態はなかったです。普通にね、もうワイワイ、ミカイガヤね、もう皆さん、外で喋ってますしね、もうどんどんね、車入ってきて、ガチャンバチャン、車中泊準備してますでしょ。ここまで大混雑、一台も止めることのできないね、道の駅車中泊はね、もう、過去500泊以上は車中泊してますけど、私としても初めての経験でしたもん。さらに日付を超えるとね、激しい雨が、もう天井叩く音でね、眠れません。もう0時か4時までね、ずっとこの土砂降りでした。あとここの道の駅ね、車中泊に向いてないのは24時間トイレ事情です。こういう位置関係になっておりますね。構内にもトイレありますが、そちらは道の駅の営業時間内のみになってます。まあびっくりの個室のなさなんですよ。男子トイレですけど、小便器が3つに、台は和が1つ洋が1つ、たったこれだけ。私もね、夜中に3時にちょっと便意も用意してね、行ったんですけど、当然用はもう誰か使っててね、和の方だけしか空いておらず、そっちで用を足しました。それね、終わって出てくるとさらに2人待ってましたからね、夜中3時ですよ。さすがにこの台数の車が止まってますとね、トイレの清潔感では高評価の道の駅ですけど、もう車中泊には向いていない道の駅です。朝5時の風景です。雨は止みました。しかし車はほぼ誰も出発してないですね。朝6時半、私はもう準備整い、千歳基地にね、近い駐車場へ移動させます。このようにね、道の駅サーモンパーク千歳の車中泊事情は、24時間トイレの使い勝手ね、これがマイナス大きなポイント。車中泊時にね、トイレはもうめちゃめちゃね、重視する私なんで、まあ、今後ここで車中泊をすることはないですね。しかしね、道の駅の施設としては館内すっごく充実してますし、水族館もね、すぐ隣ってことで、本当ね、日中で家族で訪れるには非常に、道の駅だと思いますよ。